はい、どうも皆さんこんにちは、マオでございます。じゃあ続きやっていきたいと思います。とりあえずボスをやっつけたので、あ、ボスの緊急退避用のやつがあるな。これで外出れるのかな。うわ、何これ、ちょっと待って、思ってたのと違うとこ出た。え、なんか培養してない？え、これポケモン培養してんのかな。銀河団を手伝っていたが、今回の実験はちょっとドン引きしちゃうレベルだったってこと。緑の液体の中に何か浮いている。え、これなんか、え、ちょっと結構えぐめなことしてない？え、いいの？ポケモンでこんなことして。極悪じゃん。え、やばいよ、培養が。さすがに何も言えない。それに作り出されたあれ、一体何に使うのかしら。え、こいつらを犠牲にして何かを作ったのか。こいつらからなんかこう、エネルギーを出してみたいな。え、これか、この3匹。ユクシーが閉じ込められている。瞳を閉じて苦しそう。あ、まだやられてはないのか。エムリットが閉じ込められている。尻尾を引きつらせ苦しそう。ピンってなってんのか。足ピンと同じ状態だ。アグノムが閉じ込められている。体を震わせ苦しそう。やめたれ、サタン。お前、ポケモンを助けるためにわざわざここまで。いつものことながらボスの考えはわからない。あー、ボスも悩んでるんじゃないの、もしかして。このポケモンを救うか否かという最後の両親があってさ、俺を行かせてどうなるか見てみたみたいな、まあ、部下にしたらたまったもんじゃねえけどな。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。あ、そうか、結構キンキンに戦ったよな。結構ガチポケに変えてきてるのかもしれん。幹部サターン、サターンも困るよな。ユンゲラ、そのなんか、いや別に俺ポケモンバトル興味ないけどみたいな感じでポケモン出してくるのちょっと腹立つよな。もっと真剣にやれよ、ポケモンバトル。精神力で攻撃は下がらないが、まあ別に。茶番は魔王を見てリラックスしてる、かわいい。じゃあ噛み砕こうね。エスパータイプにアクア抜群だぜ。よし、効果抜群。ユンゲラあと3匹かな、4匹か。最終的にみんな敵のポケ手持ち6匹になっていく感じなんだろうな。オニャンコ37。あ、オニャンコなんか鋭い爪を持たせるといいみたいな情報を信じたよ。ドーミラーは、鋼とエスパーだから多分パンチでいいはず。ドーミラーも銅鐸になってくるんだろう。なんか自分の手持ちのポケモンが大体進化しきったから、他の人の進化もちょっと楽しみになってくるよね。なんか新しいメンバーもちょこちょこ入れていきたいんだよな。最終的にどうするかっていうのも悩むところだよね。パンチね、パンチファイヤー、ファイヤーパンチ、ナイス、効果抜群、やったね。よし、ドーミラーも倒すと。やったねって喜ぶようになったのがすげえ可愛いわ、本当に。見てて微笑ましくなる。ドクロック、ドクロックは毒？毒悪、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 もうこのままでいいか。ドクロック、ドクロックのあの手のなんか鋭利な部分超怖いよな。あ、格闘枠だっけ、毒悪、毒格闘。まあいいか、解放者入っちゃえ。くらえー、ら両刀アタッカーの解放者痛かろう。うちのパンチはどっちもできるんだぞ。どっちだってできる。銀河団幹部サターンとの勝負に勝った。強い、だが哀れだな。ん、哀れなのはどっちだ。どっちだろう。言っては見たものの、カッカして言っちゃった。くっ、なぜお前はそんなに強い。まあいい、この3匹はお前が好きにしろ。このマシンのボタンを押せば自由にしてやれる。嘘でしょ、本当はなんかこのボタンを押したら苦しんじゃうとかじゃないの。いや俺そういうの分かるよ。早くボタンを押して助けてやれ、そのために来たのだろう。本当？本当？いやまあ押すけど。ポケモンたちを助けてあげた、まあそこまで言うなら。あ、出てきた。え、でもあ、すっごい勢いで帰ってった。え、なんか一例ぐらい欲しかったな。あざっすみたいな。ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かをつなぎ止めるために必要なものらしい。赤い鎖が出てくんだ。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私も知らないがな。あ、いなくなっちゃった。
もうボタンを押さなくてもいい。それよりも早く行かなくちゃ。自分で自分に言い聞かせてんのか。あ、でも研究員いなくなってるよ。あ、なんか不穏な空気。そういえばさ、この右側行ってなかったよなって思って。あ、右側まだ全然なんかあるぞ。ちょっとせっかくなので右側見ておこうか。アイテムあったしね。あ、こっちは外れ。なんかアイテムとか落ちてないのかな。ダウジングマシーンとか使ったら多分ね、調べないと出てこないアイテムとかあるんだろうけど。じゃあこれ下側行ったらそこのアイテム取れんじゃないかな。じゃあこのアイテムだけ取ってからと思ったら違うとこに連れてこられましたよ。こっからもう一個飛んで、でここか、アイテムか。ワンクッション置くんだね。ちょ、セキュリティ、あ、元気の塊やった。中富の塊。そしたら天眼山のこっち側か、槍の柱だから、ロッククライミング使えるようになったから、一番最初に赤城とボスと出会ったところに行けばいいのかな。じゃあちょっと行ってみよう。そうだよな、ここにロッククライミングがあるから、ここでロッククライムをして思いっきり膝をゴゴゴゴゴゴって、いー、だい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 。でもこれで天眼山の上に行けるわけだ。じゃあ完全にボスはあれなんだな、下見してたんだな。ここでこのあと何をするか。あ、満タンの薬、こう完全に敵強いぞ多分。わー、敵出てきましたが、相手は、あ、ピッピー、え、ちょっとピッピー捕まえたいな。ちょ、せっかく痛めなんでクイックボール使います。クイックでボール、早いからすっごく捕まるような気が、スーパークイックボール、やった。かっけえなクイックボール、バッテンになってんだ。いろんなボールあるよね、すげえ増えたよな。経験値もらった、よし。ピッピのデータが新しく図鑑に。月の光を背中の翼に集めて空に浮かぶ、見つけるのが難しいポケモン、フェアリーなんだね。タイプ変わったな。ミュースリーだっぴ。ミュースリー、じゃあ一回ボックスに行ってもらおう。月の石とか全然手に入んないけど、手に入んのかな。そういえばあれなんかな、クリアした後のおまけで手に入るとかかな。お、アイテムが1個だけ。穴抜けの紐、いつでも出れるよと。助かるわ。それで、下にもアイテムありにけり。あー、外出れるけど、そのアイテム取りに行きたくなっちゃうね。こうすれば、オッケー、アイテム取れた。お、岩なだれを手に入れた。オッケー。岩タイプって結構覚えといて損ないんだよな、なんか。で、こっち側は元気のかけら。茶葉尾になんか物理系の技を覚えさせてもいいよな。水の物理系が欲しい。あ、ちょっと待って、左側の外出れたやつ、こっちが正解かな。うわ、もう道が2つあると困っちゃうぜ。うわ、先進んだくせー、これ左側行った方が良かったくせー。あれ、なんか合流してる。あ、いるね、部下が。部下がいて、だいたいね、最近の統計からね、伝来を先頭に置いといたらね、まず間違いがない。で、パンチのお守り小判を伝来に持たせておくと、君たちに刺さるのは電気タイプだ。我々下っ端の仕事は2つ。頂上での作戦を無事に成功させること。もう一つは邪魔者を徹底的に叩きのめすことだ。勝負です。下っ端ちゃん。下っ端ちゃん、この姿勢腰言わしそうだけどな。アゲハント。やっぱ伝来はいいな。気に入らない、気に入らないわ。そう言ってもらえると気持ちがいいぜ。銀河団にいて銀河団の言う通りにしてれば何も問題ないのよ。まあでも銀河団に子供は入れられねえとか言うからな。子供でもちゃんとスカウトしてほしいのに。時は来た、ついに銀河団の時代だ。もう最終決戦って感じ、すごいね。いやー、最後なボスもガチってくんのかな。そしたらどうミラ、よし、俺の時は来なかった。下っ端もう一回負けるとどうしようもないんだろうな。もう遅い、お前のような子供が頑張っても無駄さ。いや、めちゃくちゃにされてるからその子供に。あ、外に出たぞ。なんかこういうとこすげえ強いポケモン出てきたりしない？そんなことないか。ロッククラ、ちょっと野生のポケモン見てみていい？何この子、リーシャン、初めて見た、かわいい。リーシャン捕まえてみるか。リーシャンにクイックボール投げてみよう。ハイパーボール、まひってるからちょっと動きが
鈍くなって捕まえやすくなってるんじゃないの。よっしゃリーシャン、これ絶対なんかに進化する感じのやつだよね。このまま一生は終えなそう。なんかリーシャンのデータが新しく、鈴ポケモン、もうド直球エスパーなんだ。跳ねるたびリリンと音を出す高い周波数の鳴き声で相手の耳を聞こえなくする怖っ。ショガツちゃん、ショガツは一回ボックスへ送ろう。他にも出るかな。なんとなく満足したわロッククライム、よいしょ。でこっち側行ってさらに上に行けると。これは怪力で動かしておくか。ほらリーダル怪力、よいしょ。これで開けて通れるようになりますよと。岩砕き、これは意味深な岩があるね絶対アイテムあるじゃん。これアイテムなかったらずるよ。満タンの薬か、まあでもいいんじゃない。満タンの薬もいつか使うことになるかもしれない。うわなんか洞窟いっぱいあるよこれ。ラストダンジョン感があるな。やっぱど真ん中にいるだけあるな。ロッククライムいっぱい使うじゃん。ビーダルも引く手あまたよ。あいるな、こんにちは。我々の時代が来る、我々だけの時代が。お前の時代を戻してやる、ポケモンを始める前にな。何俺の実況動画パート1から見てるタイプの人か、怖いわまあそれはそれで幸せに生きられるんじゃなかろうか。ドクケイル、お茶葉を新しく暴れる。暴れるは何技、暴れるノーマルか。120、100、2、3ターンの間暴れまくって相手を攻撃する。暴れた後は混乱する。あでも120の物理だ、ちょっと欲しいな。そしたら噛み砕く、でも噛み砕く便利なんだよな。180で物理だからドロポンかな。いやでも波乗りかな、波乗りはまたきっと手に入るんじゃないかと思うと、じゃあ波乗りを1回忘、でも水技で気軽に打てるや、まあいっか暴れちゃえ。ちょっとまあ後でまた覚えさせます波乗りがもう手に入らないとかだったら俺はしょんぼりするけど、まあそれも運命。分かんない時にさ、適当に技マシン使っちゃって後悔するなんてことは人間よくあることで、それもポケモンの正しい楽しみ方であると思いますよし、ギョエグギャすまんな、俺の時代がまだ終わんないようだ。お前一人で頑張っても銀河団は止められない。道具のポケモンとか言ってる時点でもう無理ない。なんか知らんけど大人って道具みたいな感じでやるよな。でもそういうもんなのかもしれんな、世界観的に。俺はちょっと嫌だけど、大人の世界だとまたポケモンがそういうまたちょっと違う見え方をしてるのかもしれん。でもそんな世界は嫌です。勝負だ、銀河団は強い、強いやつに逆らうのはバカのすることだろうじゃあ お前はバカだということだな。はい、逆らない方がバカだというのかいやでも抗えるんだったら抗ってもいいんじゃないのと思うけどね。ポケモンを持っていれば大人も子供も同じか。もっと早くにそのことを気づきたかったぜ。大人になってから気づくこともあるしな、まあいろいろあるよなんで俺は銀河団のやつを悟さなきゃいけないんだまた外に出たと。そして下に行くのと上に行く、下の道もあるけど、あそこの岩になんかアイテムあるな絶対。お不思議な目ゲットした。てか奥に行けるな、これ奥ってこれ、あ違うわ、こっちからは行けないから、あロッククライムで一回降りれて、で左側に行ったらなんか奥のマジで最後のとこ行けそうだな。ということはおそらくこの洞窟は当たりというか、あーなんだ騙された。あでもロッククライマル、我々の最後の作戦です、誰にも邪魔はさせません。敬語型下っ端がいたぞ銀河団、でもなんか右側もなんかちょっと最後っぽい感じするんだよな。難しいよな、どっち行くか。敬語型、邪魔しようとして邪魔されちゃったちょっと可愛いな敬語ゆえの頂上に近づくほど宇宙に近づいています。いよいよ銀河団がすごいことをしますよこっちの右は行っていいのかな、左側がなんか正規ルートなような気もしなくもないんだけど、頂上に行くほどっつってたからこっちはいいんじゃねえの。あやでも正解くせえな。ねえあなたが頑張ると銀河団が悲しいのよ。あ情に訴えかけるタイプ、
なんか各種さまざまな下っ端が、最後の最後だから下っ端がめちゃくちゃ集ってきてるな。ほら今の私とても悲しいでしょ。悲しそう。まあ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 しょうがないっすよ。力の、あーそこめっちゃあれだわ、ここぐるぐる回って、じゃあ左が不正解だったのか、左行きゃよかったな。まあいいか、また来よう。こんなところまで追いかけてくるとは、お前のパワーを見極めてやるぞ。そのパワーどこから出てくる。いや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 、僕の力じゃないんでね、うちのポケモンたちの力なわけでございますよ。あ、岩砕き、ちょっと岩砕いちゃった、なんか怒りのあまり岩砕き、ダーン、岩砕きまくって、あそこの奥の岩とかクソ怪しく、あ、ロッククライムで来れんのこっち、え、ロッククライムでここ来れんじゃん、うわ気づかなかった、これ怪しいな。あ、元気のかけら、よしよしよし、オッケーオッケー、いいですよ。ここで迷っている、ポケモンも持っていない、下っ端など気にしないでくれ。え、下っ端どいてくれ、ポケモン持ってない、下っ端どいてくれ。な、一番有能な下っ端じゃんこいつ、なんだよ。じゃあこれこっち側が正解だったんかな。行くぞビーダル、誰よりも付き合いが長い一匹であるビーダル。これは右側も行ける、怪力使って右に降りれるんだよな、あれすげえ怪しい。あー怪力で押せるよという気持ちがいっぱい伝わってきた、よかったね。これでこっち行って、ここの先の、あーでも向こう側行けないんだ、すげえなんか気になるとこあるけど、あーぐるっと回ってこれた感じかな、そうっぽいね。そしてなんか正解のルートっぽいわ、完全に不正解のルート、あっち何だったんだよ。お、なんか最後に、せっかくボスがてっぺんですごいことするのに、ここで邪魔者の始末、なんだかテンション下がるわ、早めにやられちゃってよ。このセリフを言って未だかつて勝ったことがあるキャラクターはいるんだろうか。いや、いない、半語。よし、私をやらないでよ。なんかみんな3000円ぐらいなんだ、時給は上がってるな、まあまあ。よいしょ、銀河団が全てを奪う、お前一人追いかけてきてもどうすることもできないぜ。もうちょいさ切迫感あってもいいんじゃないの、もうだいぶこうやって山を登ってきてる、上の方まで子供が来てるわけだからさ。ああまあここまで来ちゃったみたいな焦りがあってもいいと思うんだけど。ひょっとしてボスは俺たちを見捨てて全てを独り占めするつもりか、気づいてしまったらしい、気づいちゃった気づいちゃった、わーいわいのやつ、よし、おーすげー、なんかもうこの階段はそろそろ感すごいな。あなたここまで頑張った、それでいいじゃない、お家に帰れるよう私がボロボロに、あ、ちょっと好きです、なんかいろんな下っ端がいた中でもかなりあなたはいいあのツボをついてきますね、ツボをつくタイプの子です。いや伝来様々だわ本当に、銀河団はな、何よ人の親切を。ボコボコにされて帰るのはあなたのようですね。あなたを止められなかった私たちは捨てられるわね、ボスはそういう人だから。結構なんというか感づいてんだなみんな、なんかそろそろボスに、わーやばそう、これちょやばそう、奥にみんな備えてる、行くか、いいんすか、これからすごいことが起きるらしい、邪魔をするなと言っても邪魔をするのだろう、だから我々は二人がかりでお前をやっつけることにする。いやー囲まれちゃったー、おい下っ端と下っ端、毒系いるとスタンプ、まあここのと下っ端は一番ボスたちに近かった下っ端なんだな、だもうちょいでこの髪型も個性を与えられたし色も変わった子たちなんだろうな。よし、君たちもギリギリ幹部候補生だったのに、一番強い下っ端それが俺だったのに、まあそうだよね、ここにいるってことは、あーこんな子供にしてやられるだなんて、6800円、あーでもお金はみんな一緒なんだね、我々ではかなわない、通してやるからこの奥でコテンパンにやられるがいい。来たな、おや何、あ何、あ今かびっくりした、何か起きたのかと思った、びっくりした、ほんとびっくりした、生まれました、あすげえ、ルカリオ子供、リオル、
リオールくんって言うんだ、かわいい。ルカリオってルカリオなどと思ってた。え、リオールのデータ、かわいい。リオールくん、波紋ポケモン、しなやかで強靭な体、3つの山と2つの谷を一晩で越えることができる。すげえ。あ、間違えてニックネームつけ損なった。リオールくんになっちゃった。でもリオールってかわいいな。な、リオールってなんかもう顔がリオールなんだよな。あ、槍の柱で帰って出会った。すげえタイミングで生まれたな。今何歳？リオルくん何歳？1歳だ。あ、1歳なの。すごい、ちょっとすごいタイミングで、ちょっと今からすごいこと起こるんだけど、大丈夫かな。やべえ、お気に入りの女の子2人揃えてる。ボス、ちょ、かっこよ、そのポーズ。今全てが終わり、そして全てが始まる。この赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。空間を司る神話のポケモン、パルキアよ。これがパッケージモンスターか。赤い鎖をどう使うんだろう。え、かっけえ。赤くない、全然赤くない。わあわあわあ。これでもパルキアさんがこの世界作ったんでしょ。世界作ったポケモンが来たわー。かっこいい、すんげーオーラ出てる。伝説のポケモンだ。これで全てが破壊される。全てがなくなり、争いもなくなる。あ、すごい、なんか一番最後に独裁者があのたどり着く理論をやってんな。このねじれていく空間、私にしか止められない。使命感はあったんだな。すごい、何これ、なんか深夜4時にテレビが流すやつみたいな色してる。ピーって。これが信号を生み出した神話に残っているポケモン、空間の神、パルキア。あ、鎖でガギャー。あ、ガギャーはもう言ってくれてるから俺が言う必要ないんだな。今の世界を私が望む究極の世界にするより、新しい世界を作り出す。そして私はその世界での神となる。やばいね、ボスだね、言ってることが。そうなるよな。そんなに急がないで。ボスと戦いたい気持ちなんとなくわかるけど、先に私が相手させてもらうわ。あなたには今まで散々こけにされてきたしね。その次は私。あなたは強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。ええ。お、待てってんだよ、ドザーク。おい、ドザークエモすぎ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始め、ドザーク、かっこよすぎ、そのセリフ。誰かと思えばエイチコで泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの、いいわ。 4P だ、 2V2 で戦いましょう。1対1でもエモいけどな。やっぱジュピターかわいい。ジュピちゃん、マーズちゃんとジュピちゃん、どっち。ドーミラーかぶり、ゴンベカビゴン。伝来は魔王の指示を。あ、でもゴンベすげえレベル上げてきてんじゃん。どうしよう。スパークがちょうど使えなくなりました。雷だ、伝来の雷。当てた、よく当てたよ。ちゃんと当てるもん、死なないもん。リフレクター、やばい、物理が硬くなった。あ、2体とも物理に強くなるのか。怪しい光でゴンベさん、これドザークさん、ちょっと一矢報いないとかっこよくないよ。ドザーク、ドザー、まず頼むぞ。ゴンベしかも攻撃力高いからダメージでかいんじゃないの。これは一旦パンチに変えます。出ない、オッケー。あ、ボルトチェンジで変えてもよかったか。まあいいや、雷で一撃決めたから。ちょ、ドザークさん頼みますよ、マジで。怪しい光、あー、食らっちゃったか。でも大丈夫、うちのパンチは混乱したって大丈夫。あと魔王の信頼感で混乱を直すんだ。怪しい光めっちゃ撃ってくる、やばいね。結構混乱型だ。あ、ゴンベちゃんと噛みついた、えらいし効果は抜群でござる。あと今チラッとドザークの手だけ見えたわ。よし、ナイス、OK、リオール12。あ、めちゃくちゃ上がるな。フェイントを覚えた、オッケー。メタルクロー覚えた、オッケー。
カウンターを覚えたい。カウンター、カウンターね。カウンターは格闘で物理攻撃のダメージを2倍にして相手に返す。こらえる電光石火か、フェイント、あーフェイント消すか。フェイントを消してカウンターにしよう。ニオルくん、どうやったらルカリオンになるんだろうね。カウンターを覚えた。ゴルバット、いやー、うちのパンチがちゃんといけるといいな。じゃあパンチのいける、火炎放射吐くんだ。パンチいけ、頑張れパンチ。よしよしよし、やっぱパンチなわけ。混乱なんかものともしねえぜ。ナイス。でゴルバット、でもゴルバットも怪しい光使ってくるよなこいつな。よし、オッケー。リオール14、もうモリモリ上がるわ。ここのために生まれてきたみたいな。おー、パンチかわした。さすがパンチだ。あ、なんだ、いた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 。ゴンベそろそろ戻り、ゴンベ噛みつく。効果そんなにじゃ、おお、っていうか、なんていうのかな、いや、いいんだけどさ、なんか一矢報いるぞの一匹目がゴン、いや、ゴンベが悪いとか、そういうゴンベが悪いとかそういう話じゃないんだけど、なんかもうちょいこう気合の入ったね、その相棒を一発目に出すみたいな、そういうのもあっていいんじゃないかなとか思ったりするわけですよ。よし、これで攻撃力を上げます。穴を掘ってきた。あ、待って、地面技はまずいかもしれない。エアカッター、いや、これ結構長引くぞ。ゴンベさんが仕事しねえんだ。ゴンベゴンベ、いつまで混乱してんの。ゴンベゴンベ、マジでよ。おい、ドザークは言っちゃ悪いけど、そういうとこだぜ。これはパンチに穴を掘るをやられるぐらいだったら言っておいで。マッチョマッチョ、穴を掘るを受けてくれ。穴を掘られてくれ。すまん、マッチョ、ありがとう。マッチョ、代わりにマッチョが穴を掘る攻撃を受けた。ナイス、穴を掘る、穴を掘る受け、ナイス。あ、マッチョエアカッター効くな。ゴンベののしかかり、あ、すごい、なんか膨らむんだな、のしかかり。そしてなんかお腹でいくイメージがすごいあったけど、うわ、強えな。でも向こうさすがに幹部って感じ。あとドザークが足引っ張ってる。あ、リフレクターも入ってるもんな、そういえば。これはね、ローキックで、ローキックでブニャットを倒します、俺が。あ、ツバメ返し、やばいかも。痛い痛い痛い、マッチョが、いや、強いぞ、これ、マジで。やばい。よし、ナイス。ちょ、ドザーク、マジ頼むぞ、本当に。いや、ゴンベちゃんがカビゴンになって、エースクラスになるのは分かるんだよ。気持ちも分かる。あ、奮い立てる。奮い立てるは、なんだっけ、奮い立てるは攻撃と特攻。いや、ちょっといいかもな。攻撃と特攻か。攻撃と、あ、でも攻撃型だもんな。いっか、とりあえず。いいや、とりあえず奮い立てるは一回覚えないでいいや。おにゃんこ40。おにゃんこもな、進化させてあげたいんだけど、鋭い爪が手に入る場所がわからない。痛え、マッチョやばいね。ゴンベ戦って、よし、ナイスナイス。ゴンベダブルゴルバット、ちょっとあまりにマッチョには分が悪いか。変える。ここまで来たら伝来が火を吹く。2匹とも飛行だから抜群を取れるぜ。行くぜ伝来。あとゴンベさん頑張ってください。毒毒の牙、ゴンベ受けて。ゴンベ死んじゃうじゃん、ヘドロ爆弾。ゴンベ死んじゃうじゃん、ゴンベあー、ゴンベ変えてあげた方がいいんじゃないの、ドザーク。それ大丈夫。あ、ゴンベ一矢報いたぞ。多分あのマーズさんの切り札が、あー、ちょ、レベル上がる、すごいいいよ。じゃ、パンチ強っ。アクロバット、アクロバット、あ、お、覚えよう覚えよう。アクロバット、飛行タイプなの。軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与えることができる。ちょっと覚えさせてみたいな。じゃあ炎の図やめるか。アクロバット飛行タイプか。じゃあ格闘 VS 格闘だったときにアクロバットを打つといいんじゃないか。でリオル19、モリモリ上がるよ。スカタンク、あー、スカタンク出てきたか。とりあえず俺がゴルバットを、あ、でもボルトチェンジしかねえんだよな。雷でいいか。じゃあ雷でゴルバットを落とします。俺が伝来の雷。じゃああとゴンベ君に頑張ってもろて。頑張れゴンベ。でもゴンベ変えてあげた方がいいと思うけどね、トレーナー心理的には。ナイス、オッケー。
岩砕き、岩砕き、岩砕きは覚えよう。岩砕き格闘家、岩砕き40。そしたらこらえる忘れるか。よし、リオールはもう完全にフルアタッカーみたいな攻撃型にしてあげよう。リオールくん、スカタンクの火炎放射熱いし、あ、ゴンベくんなんてことだ。ドザーク、次誰出す？ムクホーク。いやー、なんか出さないね、もったいぶる壁があるよね。いや、もうガンガン出せばいいと思うんだけど。スカタンクの攻撃力を下げ、あ、でもスカタンクでラストだ。オッケーオッケー。であれば雷だな、ぶちかましてやれ。インファイト、お、やる。あ、でも向こうのインファイトそのぐらいしか入んないのか、やばいぞ。大丈夫か。伝来の雷、分かったよドザーク、俺がお前のサポ。あ、勝てえわスカタンクさん。うわ、ご飯も食べるしすごい、お昼休憩にちゃんとお弁当を持ってきてる。硬いね、毒ガス、もうナチュラルに凶悪な攻撃。うわ、毒になっちゃったか伝来。きゃー、きついね。いやー、なんというか強いよ、すごい歯ごたえがある。いや、毒も効くね。次で、じゃあそしたら伝来は、ボルチェンで、ボルチェン打とう。ボルチェンで倒せるんじゃないかな。あ、インファイトをもうガンガン打ってく。オッケー、ナイス。その息だったらうちの伝来がとどめさせるぞ。だから向こうの方が素早さ早いんだな。うちの伝来のボルトチェンジ、なんかそれでチェンジできる意味もよくわからんけどな。よし、オッケー。これでもう向こう終わったから、夜22、経験値がモリモリ入るといいな。マーズとジュピターとの勝負に勝った。これなら私一人で戦えばよかったわ。いや、強くなったわね。だけどボスにはかなわない。ドザークさんに言ってますその言葉、ちょっと不意に落ちないけど俺のポケモン強いだろお前、俺も強く、お前とはいえ今がこれが、今はこれが限界かな。マオ、これ使ってやる。ポケモンセンタードザークありがとう、あとは任せるからな。わかった。帰っちゃうの？どうした？パルキアが。お、パルキア、これは何が起きた？どうした？パルキア、切れそうなのかな？赤い鎖で。すごいオーラ、放つよオーラを。素晴らしい、美しい、まさに朝らしい銀河の宇宙の誕生だ。だから銀河団なのか。意志があっていいな。パルキア暴れ出しそうな感じするけどな。なんだ、どうした？あ、ピー、ユクシー3匹がピーエムリット、エムリット目がなんかアニメキャラみたいで可愛い。アグノム、ピーピピピピピルルルルル。あ、すいません、あの、すいません、おじさんがやっちゃいけない声を出しました、失礼しました。3匹と壁画にあったもんな。あ、鎖溶けちゃったじゃん。やばじゃん。おい、これボスやばいぞお前。はあ、やばーって言ってる。あ、どうした、俺も敵だと見なされてんのかな。え、見たことかみたいな。いや、赤い鎖が崩れなくなってしまった。それになぜ真珠湖のポケモンエムリットがお前のそばに現れる。いや、それよりもだ、金河が消えただと。許さん、あの3匹もう一度捕らえ、赤い鎖を作り出してやる。その前にお前を叩きのめそう。いやいやいや、後ろのパルキアさんどうにかした方がいいと思うんですけど、なんで俺を的にするかな。いいぜ、やってやるよ銀河団ボスの赤城。BGM かっこよ、ドンカラス。あ、進化してる、すげえ。でもうちの伝来とは相性悪いんじゃないの。すごい、マオのすごい作戦。ここはえ、すごい作戦とか言われたら困るんだけど、んじゃあめっちゃ強い雷打ってみようぜ。当たらないんかい。待って、霧払いをした、霧が晴れたぞ、すっごい見えるようになった。何が起きるの。回避率が下がった。ああ、それは大丈夫です。
魔王のすごい作戦、一番強い技をとりあえず相手にぶちかましてみようのパターン。ナイス、これが魔王のすごい作戦。ちゃんと効果抜群打ってるからね、許してね。ドンカラスを倒し、天雷52、いいぞ。リオル23、いいよ。上がって上がって、ギャラドス、いいんすか、ギャラドスか。うちのチャバちゃんと45か、レベル上がってきたな。あ、威嚇撃たれたか。個人的にはボル、スパーク撃ちたかったんでね。まあスパークでいいか、4倍だし。あ、なになになに、何食べたの。先昼飯みたいな。え、効果は抜群だ。あ、これあれか。あ、でも麻痺した、ラッキー。もういろいろ起きてるけど、あれってなんか速のみで弱点の、そうか、弱点の攻撃でもしびれて動けない。これが魔王の、これが魔王のやり方だ。クライスパーク、これ今向こうの食べた木の実は効果抜群のダメージを1回だけ弱くするやつで受けられて、うちの伝来に一発一矢報いようとしたのに、うちの俺の作戦で麻痺をさせたということでめちゃくちゃ強くなったと。地球投げ、地球投げって確かレベルだけの、レベル分のダメージ与えるやつじゃなかった、自分のレベルだ。今48か、レベル99で99入るからな。地球投げ、ビルドアップ、攻撃と防御を上げる。気合玉がな、特殊なんだよな。ローキック、ローキック65。いやでもな、いや地球投げはやめとくか。いや地球投げのイメージすごい強いけどね、怪力。お、悪だくみ、おい、悪いこともできちゃうの。24歳になって初めて悪いことを覚えた。ちょっとあんまり悪いこと覚えるの遅いとな、ちょっといろいろあるけどな。頭を稼ぐ、特攻をぐーんと上げる。あんまりだね。特攻型じゃないもの。マニューラ、マニューラか。マニューラはパンチです。マニューラ、鋭い爪持ってんのかな。ボス、この戦い終わったら鋭い爪もらえねえかな、頼むよ。マニューラを繰り出してきた、来たな、マニューラ。あーすげえ、あ、マニューラってこんな感じなんだ。なんかすごい、見たことなかった。見たことあったんだよ。あ、穴を掘った、やばい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 、かわされた。穴を掘ってきたから、穴を掘ってくる相手には、茶葉は飛行タイプだ。なぜかギャラドスは飛行タイプが入っているのだ。初代の時から不思議なのだが、穴を掘るは無効だぜ。マニューラの攻撃、茶葉鬼攻撃、意味はない。すげえ素早いんだな。そしたら暴れてみよう、初めての暴れる。ツバメ返しは飛行だから大丈夫。茶葉の暴れる、やだ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 い。ツバメ返し、あ、そうか、もう選択の余地がないのか。やだ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 、ナイス。いいね、茶葉だって暴れたい時あるんだ。もともと跳ねるはこのためにあったんだぞ。そういうストーリー性を考えるといいな。おにゃんこ41、おにゃちゃんも上がってきたね。クロバット、クロバットは、伝来だな、最後は。じゃあ最終的に銀河団はやっぱり電気タイプに弱かったと、そういうことが伝来で証明された。ここまで私を追い込んだことを褒めてやろう。ちなみに今下段が読めませんでした。クロバットかわいい、クロバット羽4本あるんだな、超かわいいね。ここはでも雷で決めたいな。クロスポイズン、すげえ、なんか専用技みたいな。急所に当たった、いて、伝来の雷を当てていくんだな、これが信頼感の高い伝来の雷。やったね、クラボットは取られた。いや言えない。よし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 、オッケー。いやー、リオルいいタイミングで生まれたな。もうドバドバ経験値入るときに生まれたな。認めるか、神話の力を。従えたのではなく我が物にしたというのに。うわ、1万7000円もらった。お金持ちだな、やっぱボスともなると役員報酬はもらってんだな。お前にとって本当の究極とは何だ。本当に美しく輝く幸せを知っているのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。まだ終わりじゃないってことか。あ、いなくなった。え、気まずい、すげえ気まずい、どうしよう。おーおー、空間の神パルキアが。七カモド、なんかやだな。怒っているのか悲しんでいるのか、ただ私には魔王を待っているように見える。何を試そうというのか。
ユケイマをパルキアと向き合うのだ。その心の声を聞け。思いをた七かまど、お前なんか温めてたな、こいつ。なんか披露宴のセリフぐらいよく考えてきてんな。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされた。パルキアの暴走も止まる。なんだかそう思えるのだ。マオ、さっきドザークに会ったよ。マオのこと信じるって。お前なら大丈夫だからって。僕も同じだから、あのポケモン助けてよ。銀河団に無理やり呼び出され苦しんでるポケモンを。わあ、責任を持て。でも時間も時間だ。それではまた次回。